岡三木候補録飛騨、こちらは田吉神明神社とお呼びするんですね。田吉地区にありますお社です。お犬様パッと見ないんですけど、このお社の中にいらっしゃるということで、ちょっとまたこれ写真撮りにくいんで、ちょっと見づらいというか暗いんで、他にないかなと。あ、これは普通の狛犬ですね。これは社務所でしょうか。まあ、あの国道沿いの、ところにねあるんで、まあ昔ながらだと。まあ割とこの辺の、今日今朝から回ってるんですけど、白山神社とか、そのもともと村社というか、その小さな集落にあったお社でですね、いわゆる狛犬、昔狛犬、はじめ狛犬っていうものがあって、その日本狼のその信仰、狼信仰という部分では、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、全国にね、もちろんあるんですけど、まあ、飛騨地方は特にそれが、残っているということになって、まあ、それに関わってということで、まあ、狛犬もですね、まあ、山犬型と呼ばれるもの、まあ、もしくは お犬様、あの犬、もう本当に犬そっくりな、あと現代の子犬風になっている、そういう像もあります。で、今回は、いくつかもあるんですけども、まあ、木彫りの像なんかもね、あったりして、もう本当に狼っぽいのから、ワンチャンスタイルまでいろいろあると。で、今回ですね、初めから言っている通り、その、はじめ狼、ああ、はじめ狛犬と呼ばれている、私が昔狛犬と、いつからその形だった形状なのかっていうのもよくわからない部分がありますんで、まあ、おそらく江戸時代以降のものが多いと。いうものが多いんですけど、その手はですね、一応外してあります。まあ、近いものもあるんですけども、まあ、いわゆる、お犬様っていうか、犬の形状をしてないものについては、まあ、ちょっと今回は省いてますね。そうしないと、もう本当にさっき言った通り100ぐらいあるんで、それ全部回りきれませんし、直接狼機構としてのですね、関わり合いと考えるとちょっと少ないということで、はい、省きました。じゃあ、神明神社の狼を見たいと思います。